入表石垣国立公園は、沖縄県入表島、石垣島とその周辺の島々及び海域にまたがる国立公園である。白穂三五章入表石垣国立公園の衛星写真入り表島、石垣島の領土をはじめ、石垣島と入表島との間にある石西小湖と呼ばれる三五章の海域と、その海域に点在する黒島、竹富島、小浜島、 新城島、イリオモテ島北方のハトマ島や南西方の中の上島などからなる、海域公園地区の面積は国内最大である。公園区域のうち、イリオモテ島は日本で最後の大規模な商用樹林に覆われ、河口にはマングローブ林が広がるなど、原始性の高い亜熱帯性の植物賞が形成されており、特別天然記念物のイリ山猫、カンムリワシ、 天然記念物の迫る箱亀、琉球金ト等の貴重な生物種が生息している。石垣島は、ラムサール条約登録湿地である、メイクラアンパルヤ吹通り川のマングローブ林、米原及び表岳の八重山シや寒飛桜の、自生地などの貴重な植物種が見られる。周辺海域には大規模な青サンゴの群落で、有名な白穂海域をはじめとする、サンゴ礁の海域がある。 平久ひカビラ石崎、前原、白穂、平野、ら石、玉取崎、前原プカピー、五冠崎の旧地区が、海域公園地区に指定されている。石西省湖は、日本で最大規模の珊瑚将軍であり、360種以上に、及ぶ豊富な種類の珊瑚が確認された世界的にも、貴重な珊瑚礁の一つである。このうち、五地区が、 海域公園地区に指定されている。1972年4月18日に、琉球政府により、入り表政府立公園に指定され、同年5月15日の沖縄の本土復帰に伴い、入り表国立公園に指定された。2007年8月1日に石垣島の一部が編入されるとともに、入り表石垣国立公園に改称された。これは国立公園としては、 1964年の富士、箱根江津国立公園以来43年ぶりの大規模な拡張である。拡張後の面積は、陸域が2569ヘクタール、海域が52097ヘクタールとなった。2012年3月27日には、陸域が21958ヘクタール、海域が69718ヘクタールに拡大された。 2016年4月15日には、入表島のほぼ全域が指定区域となるとともに、海域公園区域の拡張、石垣島北部の平久保半島の下がり花群落地の指定などにより、面積が拡大し、陸域4653ヘクタール、海域81497ヘクタールとなった。利用者数は2017年。ありがとうございます。